ほなみ町は、福岡県の中央部に位置していた町である。加保郡に属しており、筑豊を構成する自治体の一つであり、河半山地区の一つであった。2006年3月26日、飯塚市、筑豊町、庄内町、海田町と対等を合併し、新市政による飯塚市となった。かつて、筑豊丹田が栄えた時代には、筑豊の中でも、 人口増加が著しく、最盛期には4万人を数え、日本一人口が多い村であった。飯塚市からの合併の話を持ちかけられ、10万人都市を目指していたが、飯塚側は編入、ホナミ側は対等を求めており、このぶつかり合いから合併が実現されなかった。筑放丹田が衰退した後は、人口減少が著しくなり、2006年頃の 平成期に2万5000人にまで減ってしまった。中学校小学校ほなみ町教育委員会では、通学区域は従来のままだが、希望すれば町内のどの学校でも選んで転入学できる学校選択制制度を平成14年度から導入している。空港はなし。最寄り空港は福岡空港。ただし、町の中心部から大きく離れている。 国道2 0号線上の穂波バス停にいた地域への特急、急行バスが発着するほか、飯塚市との間を結ぶ一般路線バスも運行されている。町内に高速道路は通っていない。有料自動車道一般国道主要地報道。ありがとうございます。